上空は雲一つない皐月晴れ。いよいよ競馬の祭典ダービーのスタートです。スタートを切りました。ものすごい声援を受けて最初のスタンド前、さあ何が行くのか。12番シックスフェンスが先手を取ります。ダノニアグロック、ダノンデサイルが上がってまいりました。内を通りまして12テイク、17頭が第1コーナーに向かいます。外から1頭ヤスティンミロノ、それから11番シュガー君、10番サンライズジパング、そのうち7番ミスター GT。 第1コーナー左にカーブを取って、第2コーナー新元ペラーがその後ろ内を通って、2番レガレイラ、14番黒い馬体ゴンバデカーブース、そしてその後ろから湘南ラプンタ、その外からはエコロバルツ。さあ向こう流しに入りました。その後ろ3馬身くらいあって、1番サンライズアース、そしてその外にコスモキュランダ、それからもう一頭8番アーバンシック、しんがりから4番ビザンチンドリームであります。もう一度整理しましょうか。ダノンデサイルがレースを引っ張るようになりました。外を通ってシックスフェンス、ヤスティンミロノはこの辺り、内から1頭ジューンテイク、9番ダノニアグロック、下がって5番手シュガー君、その後ろでやりましょうか。サンライズジパング、そして内からはミスター GT。 13番シンゲンペラー、レガレイラ、ほとんど馬体が合っています。その外ゴンバデカーブース、さあ果たして今年の栄光を手中に収めるのはどの馬か。先頭を行く赤い帽子はダノンデサイル、外から懸命にシックスペンス、先頭横山とダノンデサイル、さあこの辺りでかわすかかわすか。2番手にヤスティンミラノ、かわす体勢、かわすかかわすか。ヤスティンミラノが先頭に立った。シュガー君が差を詰めてきた。15番ヤスティンミラノがまだ粘っている。コスモキュランダ懸命に追った、ムチが飛んでいる。コスモキュランダこのまま粘れるか。ヤスティンミラノ、ヤスティンミラノ1着ダービー、勝ったのは15番ヤスティンミラノだ。1着15番、2着6番、3着11番以上のように確定しました。スタートを切りました。狙いすましたダービーの舞台で勝利をつかみたい。17頭でやります。果たして先頭に行くのは、ダノンデサイルが先頭に立ちました。そしてその後ろから15番ヤスティンミロノ、ダノニアグロック、そして4番手にジューンテイク、外を通りましてシックスフェンス、ゴンバデカーブース、そのうちに11番シュガー君、ミスター GT がその後ろ第1コーナー左にカーブを取って、第2コーナー外から1頭13番シンゲンペラー、それからコスモキュランダ、そして外からはサンライズジパング、そのうちからはレガレイラ、その後ろでやりましょうか。サンライズアース、外を通って8番アーバンシック、湘南ラプンタ、それからもう1頭エコロバルツ、しんがりからビザンチンドリームであります。もう一度整理しておきましょう。15番ヤスティンミラノが先頭です。内を通って5番ダノンデサイル、そしてその外に9番ダノニアグロック、それから3番ジューンテイク、14番ゴンバデカーブース、ほとんど馬体が合っています。そしてそのうちに12番シックスフェンス、それからシュガー君、内から1頭ミスター GT、 その外からは13番シンゲンペラー、まもなく欅を通過します。それからコスモキュランダ、その外に10番サンライズジパング。過酷なコースを走り抜き、ダービー馬の称号に輝くのはどの馬か。先頭を行くピンクの帽子はガスティンミラノ、内から懸命にダノンデサイル、さあ先頭はガスティンミラノが半馬身リード、ここからどう伸びるか。レガレイラ、レガレイラが追い込んできている。依然先頭ガスティンミラノ、ちょっと差がある。差を広げたガスティンミラノ、まだ余裕がある。アーバンシック懸命に追った。アーバンシックが襲いかかる。頑張る頑張る。トサキとガスティンミラノ、アーバンシック一着ダービー、勝ったのは8番アーバンシックだ。1着8番、2着15番、3着2番以上のように確定しました。スタートを切りました。この晴れの舞台に進んだのは17頭、その中から頂点を極めるのはどの馬か。さあ先行するのは何か。ジューンテイクが上がってまいりました。
ダノニアブロック外を通りましてシュガークーン第1コーナーに向かいます。17頭それからシックスフェンスその後ろでやりましょうか。ジャスティンミラノそして6番手に5番ダノンデサイルでやります。外から1頭13番シンゲンペラーそしてそのうちにミスター GT14 番プロイバタイボンバデカーブースでやります。内から1頭2番レガレイラ10番サンライズジパングそのうち1番サンライズアースそしてその後ろから6番コスモキランダ外を通って8番アーバンシック湘南ラプンタ差が開いてエコロバルツもう1頭ビザンチンドリームさあ前の方はどうなっているのか。サンバシンくらいの差をつけてジューンテイクが先頭です。これを追って9番ダノニアグロックでやります。その外に11番シュガークンさあ第3コーナーに差し掛かります。シックスフェンスがその後ろ15番ヤスティンミラノがこれを追う展開になりました。5番ダノンデサイルミスター GT が並んでいっています。そして外からはシンゲンプラーボンバデカーブース内を通りまして2番レガレイラさあ果たして今年の栄光を手中に収めるのはどの馬か。先頭は3番ジューンテイクシュガー君懸命に追うジューンテイク先頭そしてその後ろから各馬襲いかかってくる。ジャスティンミラノが差を詰めてきた。ダノンエアグロックかわすかかわすか2番手にジャスティンミラノジャスティンミラノが間から抜け出した怖い馬が来た。4番ビザンチンドリームだこのまま粘れるか。ジャスティンミラノレガレイラ懸命に追う頑張る頑張るトサキとジャスティンミラノジャスティンミラノ1着ダービー勝ったのは15番ジャスティンミラノだ。1着15番2着9番3着2番以上のように確定しました。スタートを切りました。狙いすましたダービーの舞台で勝利をつかみたい。17頭でやります。お互いの出を伺っているところでやります。果たして何が行くか。ヤスティンミラノがかわしていきました。そしてその後ろから5番ダノンデサイルそれからもう1頭ジューンテイクダノニアブロックが並んでいっています。その外に12番シックスフェンス11番シュガークン外を通って13番シンゲンペラー14番プロイバタイボンバデカーブースでやります。7番ミスター GT その後ろでやりましょうか。レガレイラその外からはアーバンシックそれから10番サンライズジパングそして外からは湘南ラプンタそのうちからはコスモキランダ外を通ってエコロバルツです。1番サンライズアースドキドキしますね本当に。しんがりからビザンチンドリームでやります。もう一度先頭から順番に参りますと依然先頭15番ヤスティンミラノこれを追って5番ダノンデサイルそれから9番ダノニアグロックそして内からはジューンテイクシックスフェンスがその後ろ内から1頭シュガークンその外シンゲンペラー14番ボンバデカーブースミスター GT2 番レガレイラが内を通っています。そしてその外に8番アーバンシックサンライズジパングが並んでいます。さあ東京競馬場のスタンドから大歓声が上がります。ピンクの帽子ジャスティンミラノが先頭トサキとジャスティンミラノジャスティンミラノが抜け出した。ダノンデサイルが2番手さあ先頭はジャスティンミラノが1馬身リード。ここからどう伸びるか。ミスター GT も追い込んできた。先頭ジャスティンミラノしかし差はそれほどでもない。ミスター GT が差を詰めてきた。外から1頭ミスター GT シュガー君ここで先頭に躍り出る。シュガー君1着ダービー勝ったのは11番シュガー君だ。1番2着15番3着7番以上のように確定しました。スタートを切りました。ものすごい声援を受けて最初のスタンド前果たして先頭に行くのは。ボンバデカーブースが上がってまいりました。3番ジューンテイク先頭に並ぼうという構え。ヤスティンミラノ外から行こうというところ17頭が第1コーナーに向かいます。その後ろ3馬身くらいあって5番ダノンデサイルシュガークンそのうちからはダノニアグロック第1コーナー左にカーブを取って第2コーナーレガレイラそしてその後ろから12番シックスフェンスその外シンゲンペラー湘南ラプンタそのうちに10番サンライズジパング17頭第2コーナー左にカーブを取ります。その後ろでやりましょうか。ミスター GT コスモキランダがそのうちにいます。それからもう1頭エコロバルツ内を通りましてサンライズアース
外を通って8番アーバンシップ佐賀開いてビザンチンドリーム緑の芝生は両方と発表されております。順位が入れ替わっておりまして、先頭はヤスティンミラノであります。17頭が第3コーナーに向かいます。ちょっと離されまして、11番シュガー君、そのうち5番ダノンデサイル、外から1頭ダノンエアグロック、ジューンテイクがその後ろ、早くも大欅の向こう17頭が差し掛かろうとしております。14番ボンバデカーブース、さあ第4コーナーを回って府中の長い直線、先頭行くピンクの帽子はジャスティンミラノ、さあこのまま逃げ切ってしまうのか、外から懸命にシュガー君、さあ先頭はジャスティンミラノが4馬身リード、ジャスティンミラノが抜け出した、依然先頭ジャスティンミラノ、ちょっと差がある、外からはシュガー君、15番ジャスティンミラノがまだ粘っている、レガレリラが2番手、このまま粘れるか、ジャスティンミラノ、レガレリラ懸命に追う、アーバンシップが2番手、頑張る頑張る、トサキとジャスティンミラノ1着、ジャスティンミラノ。1着15番、2着8番、3着2番以上のように確定しました。スタートを切りました。この晴れの舞台に進んだのは17頭、その中から頂点を極めるのはどの馬か、果たして何が行くのでありましょうか。1番サンライズアースが先手を取りました。差が開いてダノンデサイル、シックスペンス、そのうちにユーンテイク、その後ろでやりましょうか、ダノニエアグロック。17頭第1コーナー左にカーブを取ります。ピンクの帽子にご注目ください。これが一番人気のヤスティンミラノであります。新エンペラーが並んでいっています。内を通りまして、10番サンライズジパング、外から1頭シュガー君、レガレイラがそのうちにいます。7番ミスター GT、 コスモキランダがかわしていきました。そしてその外に14番ボンバデカーブース、内を通ってアーバンシップ、その外に湘南ラプンタ、エコロバルツ、そしてしんがりから4番ビザンチンドリームという展開です。さあもう一度前の方に戻ってまいりますと、先頭を行く1番サンライズアース、5馬身リード、ちょっと離れて12番シックスペンスでやります。まもなく第3コーナーに差し掛かります。それからもう1頭ダノンデサイル、そして4番手に3番ジューンテイク、外を通りましてダノニアグロック、左手に名物大欅を見ながら17頭駆け抜けていきます。ヤスティンミラノがその後ろ、さあ果たして今年の栄光を手中に収めるのはどの馬か。さあ先頭はサンライズアースが頑張っている、外から懸命にシックスペンス、さあ先頭はサンライズアースが5馬身リード、外からはシックスペンス、2番手にシックスペンス、1番内サンライズアースが頑張っている、レガレリラが差を詰めてきた、3番手にヤスティンミラノ、さあ抜けました、レガレリラ、アーバンシップが2番手、粘った粘った、レガレリラ、アーバンシップ懸命に追った、外をついてアーバンシップが来ている、レガレリラ1着、ダービー勝ったのは2番レガレリラだ。1着2番、2着8番、3着15番以上のように確定しました。スタートを切りました。狙いすましたダービーの舞台で勝利をつかみたい17頭であります。果たして先頭に行くのはシュガー君、すんなりと先頭に立つことができるかどうか。ユーンテイクがかわしていきました。ダノンデサイル、その後ろでやりましょうか、ダノニエアグロック、これが一番人気の15番ヤスティンミラノ。17頭第1コーナー左にカーブを取ります。そのうち新エンペラー、シックスペンス、その後ろ3馬身くらいあってレガレイラ、その外からはミスター GT、 10番サンライズジパング、ボンバデカーブースがその後ろ、内から1頭サンライズアース、17頭第2コーナー左にカーブを取ります。それからもう1頭アーバンシップ、内を通って6番コスモキランダ、その外に湘南ラプンタ、それから17番エコロバルツ、しんがりからビザンチンドリームであります。前でありますが、前先頭行くのはジューンテイク、1馬身リード、これを追って11番シュガー君であります。そのうちにダノンデサイル、まもなく第3コーナーに差し掛かります。外を通りまして9番ダノニエアグロック、そして1番人気のヤスティンミラノ、なかなかいい感じ。内を通りまして13番シンゲンペラー、17頭が大欅の向こうを通過するところであります。そのうちからはシックスペンス、さあ東京競馬場のスタンドから大歓声が上がります。
先頭ジューンテイク、もう完全に足が止まった。間から5番ダノンネサイル、間からレガレリラ、間からレガレリラ、さあ抜けました。シュガー君内を通ってダノンネサイル、3番手にジャスティンミラノ、さあ先頭はシュガー君が1馬身リード。怖い馬が来た。16番湘南ラプンタだ、外から湘南ラプンタ、このまま粘れるか。シュガー君捉えた、かわした。湘南ラプンタ、湘南ラプンタ1着ダービー、勝ったのは16番湘南ラプンタだ。1着16番、2着11番、3着15番以上のように確定しました。スタートを切りました。ものすごい声援を受けて最初のスタンド前、さあ何が行くのか。シュガー君が行く構え、そのうちからは3番ジューンテイク、外を通りましてダノンデサイル、ジャスティンミラノが上がってまいりました。まもなく第1コーナーに差し掛かります。それから9番ダノニアグロック、外を通ってシックスフェンス、そしてそのうちに2番レガレイラ、その外シンエンペラー、ゴンバデカーブース、コスモキランダが、その後ろサンライズジパング、内を通ってサンライズアース、その後ろでやりましょうか、ミスター GT、 外から1頭16番湘南ラプンタ、17頭第2コーナー左にカーブを取ります。8番アーバンシック、その外にエコロバルツ、内を通りましてビザンチンドリーム、ドキドキしますね本当に。もう一度先頭から順番に参りますと、先頭行くのはジューンテイク、2馬身リード、そしてその後ろから11番シュガー君、ダノンデサイルがそのうちにいます。これが1番人気のジャスティンミラノ、戸崎騎手この手応えはどうか。そして5番手に9番ダノニアグロック、そのうちに2番レガレイラ、それからもう1頭シンエンペラー、12番シックスフェンス、14番黒い馬体、ゴンバデカーブースでやります。そのうちコスモキランダ、ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線。ジャスティンミラノは4番手、先頭に躍り出すことができるのかどうか。先頭ジューンテイク、しかし差はそれほどでもない。ジャスティンミラノが3番手、ジャスティンミラノ懸命に追う。先頭岩田とジューンテイク、シックスペンスが差を詰めてきた。いい足で上がってきている。シックスペンス、ジャスティンミラノが抜け出した。シックスペンスがかわした。頑張る頑張る川田と、シックスペンス鞭が飛んでいる。ジャスティンミラノこのまま粘れるか。シックスペンス1着、12番シックスペンス、1番人気のジャスティンミラノが2着。1着12番、2着15番、3着13番以上のように確定しました。